次のお悩みです。タストさんよりいただきました。読ませさせていただきます。目の疲れからか白い色を見るのが辛いです。何か疲れを取る方法はありませんでしょうか、といった感じなんですけど、どうですか、これやばくないですか。やばいですよね。白が辛いってなんか聞いたことないんですけど。いやまあ白っていわゆる三原色、光の三原色全部入ったやつなんで、まあ確かに一番眩しくは感じるはずなんですけれど、これはなんか一度眼科で検診を受けた方がいいと思います。あれとは関係ないやん、あれ、ちょっと待って、専門家の方に行った方がいい。下手するとなんか脳の障害の可能性普通に病気なんですか。いやいや、まあこれだけじゃもちろんわからないですけれど、疲れとかなんかそういう次元じゃないような気がします。いやまあぶっちゃけ目の疲れだったら目があれなんですよ、ビタミン B 群を取りゃいいんですよ。あ、うん、はい、市販薬でも結構いろいろありますし、で目が疲れやすいんでなんか赤い薬くださいって言って眼科というかなんか どっか適当な病院行くと大体メコバラミンとかがもらえるんで。ほうほう。先生、ちょっと最近目薬にビタミン B とか入ってるタイプがありますけど、ああいうのどうなの。はいはいはい、目薬から入れても微量も微量ですからね。おー、効かないんや。だから目薬って本当に市販の目薬ってマジ20年ぐらい何も中身変わってなくてクソなんで。いわゆる眼科でもらう方が良いですね。やっぱり眼科、大正義は眼科なんですね。じゃあ眼科行くと目、その瞳孔を強制的に開いて目の疲れを取る結構ハードボイルドな目薬もありますし、市販あれはなんか瞳孔が全開きなんでめっちゃ怖い感じですけどね。眼科に行ってください。ましょう。はい、体の不調を、感じて2週間、変わらなかった場合は病院に行きましょう。これがもう、はい、科学の専門家からの答えや。いやそれしかないっすよ。はい、それでは、はい、です、次の、やつに行きますね。タルトタタンさんよりいただきました。読ませていただきます。嫌なことやイラッとしたことがあるとすぐ顔と態度に出ます。そのせいでバイトで接客しているとお客様を怒らせてしまう時があるので、どうしたら直せるのかずっと悩んでいます、とのことです。これなるほど。科学じゃなくて精神論でいく。ちょっと足りてないよ。いや足りてないわ、人間に対するこうちょっとメンタルが足りてない。クラレ先生には言ったことないですけど、こういうのは大体心の通覚をなくすなとこであるんで。はい、それなんか上級者すぎじゃないですか。だからクラレ先生があれじゃない、科学的に心の通覚をなくす方法を思いつくってば。科学と心って相入れぬものじゃねえのか。いやまあ科学的に心の通覚を消す薬は、まあ、メジャートランキライザーっていうある薬がありますけど。あるんだ。多分何をこうどんなにがやられても怒鳴られても多分もう点々でそれはいいねみたいな感じに多分絶対なってしまう。それ大丈夫なんですか。多分半分よだれとか出てると思いますけど、まあ、大丈夫じゃねえ。じゃなくなってる。いやこれを科学でどうにかしろっていうのが、まあ、そういう解決か。あれですよね、その結局のところこの人は、はい、そのお客さんを対等な人間として認識しているからよく、だからそのさっき言ったその心の通覚という風なのもおそらくその認識の度合いだと思うんです。その通りですよ。うん、はい、いや今日の時給はよく喋るなって思ってるや、別に今日の時給。そうなんですよ、人間じゃないんです、動物なんです。うん、っていうかもうなんかそれぐらいに考えてないと多分一つ一つを個々の人間であるというふうに認識すると、人間って一日に会える人間のそのいわゆる処理できる情報量ってすごい限られてるので、はい、多分そこが多分すぐに MP 切れを起こして MP 切れで MP がない状態でこうね、イオナズンを唱え続けることになるので。ああ、なるほど。とんでもない。なので MP を減らさないようにするっていうのが、その心の通覚を減らせるのに近いものがありませんかね。ありますね。ってことはやっぱりクラル先生、僕は同じ考えだと思うんです。まあおこがましいやつやな。だから要するに魔法の木の実食べ続けたら勝てるという話では。
え MP 上げればいいんでしょ。まあ、まあ、MP を上げる方法は、まあ、よく寝るとかちゃんとやるやつ寝ましょう。昨晩お楽しみするとか確かに